せーの、稲妻大河ボリューム10。いや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 、なんでいやいやいやって言うんですか。いやちょっとね、皆さんこんばんは。すいません、ちょっとね遅れちゃってね、はい、ハラハラしました。ハラハラしました、はい、社長の、ね、寝坊ではありませんよ。そう僕が日野が寝てるみたいなね書かれたんですよね、うん、たまには寝ますよ、はい、それはみたいな、たまには寝ます、はい、なるほど、はい、はい、レベル5日野です、よろしくお願いします、はい、レベル5社員のモーと申します。多分今日初めて見ている方もいるかもしれませんが、日本語頑張ります。なんで今日初めてなんですか。あ、なんかコメントですでに流れていて、なんか今日初稲妻大河ですという方もいらっしゃるみたいで、復活祭に来て、はい、稲妻大河の存在を知ったっていう、はい、なるほど、もしかしたら、はい、それはちょっともう遅れてる人ですね。大丈夫です、はい、今日も、はい、コメントでも流れたんですけど、うん、今日の背景がですね、うん、皆さん見てください。これは何でしょうか。何でしょうか。これは実は新雷門というか、はい、まあ新ではないんですけど、雷門中の今の物質です。今の物質、今はもうボロくないというね。ボロくない、はい、それリフォームされたんですか、それとも別の場所にあるんですか、うん、だからそこは追求しないでください。今回の、アレスの天秤での物質です。なるほど、はい、皆さんもなんか ATM が気になったみたいですけれども、これが何だ、これ ATM じゃ、これじゃ、こっちか、そうです、こっちです。 ATM じゃありませんよ、これは。うん、これは ATM じゃありません。まあ今日の放送でね、後で説明されます、はい、これね、説明します。 ATM ではない、はい、はい、そうです、はい、この放送、うん、稲妻、うん、アレスの天秤が始まるまで皆さんと一緒に盛り上がりたい、はい、稲妻大河です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日も盛り上がっていきましょう。そうですね、もう、はい、前回の放送と結構長い期間が空いているんですね。そうですね、まあはい、ね、復活祭があったので、やっぱ復活祭も、まあ、放送のようなものだというようなものだということでね、ちょっと空いちゃったということですけどね。いやいやいや、でもね、はい、復活祭以外にもやっぱりもう一つ大きなイベントがあったじゃないですか、社長、うん、復活祭のね、後にね2月のね、さりげなく通り過ぎていったみたいな、ね、さりげなくですね。バレンタインデーね。そうなんです、はい、今年はもう本当に皆さんもたくさん投稿をツイッターでいただきまして、うん、申し訳ございませんけど今年はですね、うん、ランキングが実はないんですよね。いや、そんなに申し訳がらなくていいと思いますよ。そこまで申し訳ないことではないですよ。そんな、うん、でも、うん、ほらさ、やっぱりね、うん、はい、なんか昨年あったんですので、そうですよね。でもまあね、僕らは一切そこでね、こう募集などをしてないですけども、皆さんがね、それでもね、いっぱい送ってきて、皆さんがたくさんの、まあ、はい、ツイッターに書き込みなどを作ったチョコレートをこう披露していただいたということで、そうです。でも、はい、でもですね、アリスが始まった後に、はい、来年になったら盛大にやりたいと思いますので、うん、盛大に、盛大に、うん、企画は作って、ね、社長が、はい、OK をいた、ね、はい、OK をくれました、はい、はい、すいません。では今年もね、せっかく投稿のチョコレートをいただきましたので、うん、ここでそのチョコレートたちを紹介したいですね、させて、はい、はいはい、それではお願いします。はい、はい、ありがとうございました。もう本当にめっちゃありましたので、はい、ね、はい、こちらですけれども、もしかしたら皆さん、はい、監督、鎌倉監督さんと原画の方たちが、うんうん、そう、これスタッフなんですね、スタッフ一番左が、ね、はい、もらいましたね、これ本当そうなんです、ありがたい、遠藤くんの、はい、このコロコロの人形さん、すごく可愛いですよね、うん、いや、凝ってるんですよ、すごいですね、はい、あ、これもあれですね、キャラクター別に紹介する、そうですね、ちょっと袴田ニューワールド、袴田ニューワールド、バレンタイン VD、ね、はい、アウターコードを見てくださってる、はい、ということですね、ご縁寺、ご縁寺くん、ちなみにちょっと妹さん宛てのチョコレートは全部お兄ちゃんのところに置きましたので、はい、そうなんですね、なるほど、はい、もう吹雪、ね、吹雪すごい、真ん中のやつすごいですね、そうですよ、なんかプニプニの吹雪くんのプニをちょっと自分用の商品じゃないですけど、なんか作ったみたいです。染岡さんはいつも染岡さんもいつもね、実はね、こう見えて人気なんですよね、はい、こう見えててという意味ですか、めっちゃ人気ですよ、はい、昨年1位の風丸さんです、はい、キャラ人気1位のね、そうなんですよ、はい、バレンタインでもうすっごくいいと思います。いや、これすべてね、これも本当ですね、かわいい、はい、もうめっちゃ凝ってるんですよね、この、いや、はい、そうなんです、ね、もうほとんどの人がこのためにチョコレート作ってくれたりしてますからね。もう手紙も書いているんですね、手紙も多いですよね、多いです多いです、うん、
こっちはあのお日様園というか今の衛生学園の皆さんにちょっとまとめてみました、うん、古田さんとかそうなんですよ、うん、バンドガゼルのチョコもあるし、うん、デザーム様とかデザーム様はい緑川あとはこのキラコマをキラヒロトミキラとキラつながり、ね、そうなんですキラつながりでキラつながりで、はい、不動いや好きときてます、ね、そうなんですよあの、ね、バナナも来ておりますよバナナバナナそうなんです不動明夫といえばバナナバナナですねもう全然チョコでも何でもないです、ね、顔にぶつけてくれるみたいなねはい、はい、ここもあのちょっと影山さん関係で入ってるんですけど、うん、ちらっとあのフィリオ君もいます、はい、いますね、はい、五条さん五条さんこの方はなんですねあの本当昨年も五条さんあってにすごく、うん、あの完成度が高 い本気なんですかねいや本気です本気です五条さん好きなんですかね本当に好きだと思いますそうなんですかね、はい、いやも好きだと思いますあ飛びたか飛びたかそうなんですよ、はい、宮坂昨年のもあります立ち向かいとか角間、はい、とか、うん一ノ瀬とか、はい、その他大勢になったら、そんな大勢、いやその言い方はやめてください。はい、もう使って、はい、天幕もね、やっぱり可愛いですよね。もうね今はね天幕編はやってないですけどもね、はい、未だにこうやって来るということですね。来ます、ズルキ君。もうなんかクリスマスのケーキみたいですけれども、まああのチョコということで、うんはい、すごい桐野君。桐野君ね。これも映画すごくいいですよね。作家の空気食べたい。です、うん。美味しいですよ、ね。美味しそうですよ、ね。はい。もうこれもなんか こちらのあのチョコレートなんか開けたら、うん、キャラクターフィギュアで入ったら嬉しいなと思ったんですけれども、それを売ってくださいという率直な気持ちでその絵を見て。うん、これ見た時にね、はい、左の絵を見た時に僕思わずね誰やこれって言ってしまったんですよ。いやもう誰ミキシマックスミキシマックスですね。はいもうフィード、はい、あのきなこちゃんの、はい、いいですね、かわいいですね、うん、素晴らしいもう本当に手書きで書いてるんですよねいや本当一人一人のキャラクターに対してのこう愛を、ね、感じますね愛がねすごくあると思います、うん、いや宇宙人兄弟とか天河原中とかいやこれもすごいんですよね白龍のこの絵なんですけど、うんうん、なんかこうあの彼氏とデートしている風な写真みたいじゃないですか、うんうん、すごくいい感じだと思いますこれもすごくいいんですよねすごいこの組ってあの売っているんですかね、うん、私はあんまり知らないですけどすごく可愛くて、うんはい、こちらにももう本当にあの大発売の後にアリスのキャラクターへの絵、まあ絵もそうなんですけどチョコもすごく増えまして右下のやつも作ってるんですよねそうなんです、ね、画面をねエブリデイ風に、ね、はいハイザキ君もはいいやすごくまだね始まってないんですけどね始まってないんですけれども君はい野坂君これもすごく愛を感じますね野坂君もねまだほぼほぼ登場してない、ね、登場してないはいねもう本当に先行投資ですね先行です、はい、先行投資で言うんですかはい日浦君も日浦君、ね、はいいちごケーキ、はい、超美味しい先行投資の皆さん先行投資の皆さんじゃあそれをやめてくださいもうはい、はい、他のキャラクターたちもそうなんです、うん、ねはい。もちろんあのですね社長にも来ていますよ、うんうん、社長にも社長にも ありがとうございますいいですねもうすごく、すごくもう真ん中の上のやつはもう爽やかな感じ、ね、爽やかな感じこれ右下は、ね、寝ているそうなんですよ ありがとうございますベッドを作っているんですよね本当にありがとうございましたいね、嬉しいですねやっぱキャラクターたちが愛されてるっていうのは嬉しいことなのでよかったですね、はい、日野さんも愛されていますそうですねよかったですね今日僕が寝てたせいでちょっと遅れちゃったんで本当に申し訳ないです先ほど違うって言いましたよねそうです、はい、いやもう本当に皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました来年はねもう頑張ってこう、うん、お返し付きの何らかの大きなイベントをやりたいと思いますので、うんはい、ぜひその時までまたあの付き合ってください、うんはい、はい、それでは今日の番組本当にあの盛りだくさんですけれども盛りだくさん、はい、最初のコーナーいきたいと思います、うん、最初のコーナーまずはこちら稲妻イレブン大復活祭の振り返りでございます、うん、これね稲妻イレブン大復活祭ね本当に話題になったんですけどねもういろんな都合で行けてない人もいますからねそうなんですよ次元とかねもう遠いとか、ね、本当にファンだけど行けなかったっていう人もいるので、はい、本当にこうちょっとポイントを振り返るというところをね、はい、今日やってみたいかなと思いますよね、はい、そうなんです、はい、本当にお越しいただいた皆さんありがとうございました、ねはい、気分と行った気分を、はい、今日少しでも味わってもらえばねそうなんです、はいはい、その振り返りを行く前に、うんはい、あの一人目のゲストをお呼びしたいと思います、うんはいはい、コスプレや DJ コラムニストなどをあのマルチで活動されている好み明さんですどうぞお入りくださいお願いしますお可愛い
遠藤くんだ。遠藤くん来ました。はい、はい、いや本当にすごいですよね。いやもうすごいですね。もうこの、うん、前シリーズの時もすごくですね、はい、コスプレイヤーとしてミナミマイレブンを応援してくれて、はい、本当にありがたかったんですけど、今回も、はい、今回も忘れてなかったですね。稲田マイレブン、いやよかった。好みさんが忘れてなくてよかった。いや大丈夫ですよ。忘れるものか。ねえ、あどうもコスプレイヤーの好みあきらです。はい、いや本当に大復活祭はありがとうございました。ありがとうございました。フレームアウトしてます。完全にフレームに入ってない。ちょっとあのだいぶその緊張してます。だいぶ緊張してます。いや大丈夫です。今回ね、はい、あのテーマとしてですね、稲妻イレブンクリエイターズという題して、今回の回はですね、稲妻イレブンでいろんなクリエイティブをやってる人たちを呼んで話を聞くというコンセプトになってますので、ありがとうございます。稲妻イレブン関連のものを作ってる人たちが今日はガンガン出てくるということで、好み、はい、さんもやっぱり、はい、今回コスプレという形で稲妻イレブンの世界観を表現してくれてるということで、2次元から3次元へちょっとね、はい、ぜひね広がったというか、ありがとうございます。お話を聞いていきたいなと思います。はい、はいはい、そうですね、その今日はたっぷりいろいろ自由に喋っていいので、いや、はい、あの結構今、はい、生放送だから、ね、ちょっと緊張しているかもしれないですけど、切れないですけど、ね、全然大丈夫、はい、問題発言した時はね、ちょっとあ問題発言頑張ります。頑張りましょう頑張りましょう大丈夫です、はい、そういうあきらさん の、 あの、はい、まずコスプレイヤーとしての活躍を見てみたいと思います。見てください、はい、皆さんこんな感想とか本当すごいですよね。これみんなね同じ人っていうのがね、そうなんですよ、驚きですよね。本当すごいですよね。この不動なんですけど、はい、あの頭ツルツルんですよね。あのこれは剃りました。え剃りましたね。ブーンのやつでカツラではないわけですね、はい、あの最初は、はい、あのよくその歌舞伎の方とかが使う、はい、あの坊主のカツラで作ってたんですけど、はい、だんだんその不動秋代に申し訳なくなってきて、なるほど、であのあ剃らなきゃってなった瞬間があったんですすごい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 みんな。そう、それで美容室だとカミソリで頭が剃れないから、うん、生まれて初めて床屋さんに行って、すいませんここモヒカンにしたいんですけどって言ったら、いや大丈夫ですかって3回ぐらい聞かれそうですよね。でモヒカンにしてくれっていうオーダー多分初めて受けたもんねその床屋さん。実はって言って、あのどういうのがイメージなんですかって聞かれて、不動明夫の、うん、あの肖像画をですね、こうちょっとこうこちらなのですがって言った時にですね、あのやる気出してくれまして徳屋さんが、あのでちょっと一緒にこう いいバランスで剃っていただいて、その絵に近づくように。そうですそうです。あのすごいですね。もう一緒になってクリエイトしていただきまして、あの地毛で地毛 で、 で、 です、すごいです、すごいことですね、はい、あの未だにやっぱり、まあ、これ結構だいぶ前なんですけど、ちょうど新帝のね、はいはいはい、アニメとかしてた時なんで、今でもまだちょっとモヒカンの名残がですね残りいるんです、ね、今は生えきってない、ちょっと生えてて、ちょっと生えてちょっと生えてて、ちょっと2ブロックみたいになってるんですけど、ちょっとあのまああの時のエイリア席のちょっと黒歴史かなっていう感じでですね、あのいい思い出です。いやでも今回のシリーズもね、はい、あの出ますからね、不動くん本当良かったですよ、ちょっと綺麗な気持ちになってちょっと飲み始めたところもう一回座らないといけないですいやあのねまたちょっとアニメ始まってもしかしたらまた剃ってしまうかもしれないんですけど、ちょっとそれも考えましょう、はい、ちょっといろんなキャラやらないといけないですからね。そうあでも基本ウィッグなんで、基本ウィッグは全部手作りで、すごいですね、はい、なるべく手作りでいろいろ今日あの靴とかも、うん、あこれもだいぶこれあ、すげました緑がすげました。あの、あー、まあ、何もなかった何もなかった。想定外のものを今出して、もうあのね、あのテクニカルの人たちは何してんねんってなってるいやでも本当にすごいですよ。大丈夫ですよ、大丈夫です、すみません、はい、そうあの、はい、だいぶね、本当にもう10年近く、はい、あと稲妻を好きになって、だからもうボロボロなんですよ、ね。いやいやもうサッカーしてる人のスニーカーなんかボロボロですよ。本当ね。いや本当にねサッカーしてましたもんね、なんかね。本当にあのサッカー場借りてサッカーしてみたり、本当に11人対11人でやったり、でもう1人でもう30キャラぐらいやってて、なんか一人でチーム作れるぞみたいな。なぜかキーパーばっかり多かったんですけど、やっぱり数えてみたら。そうでこう一つ聞いてみたかったのが、はい、やっぱりコスプレイヤーとしてこう、はい、稲妻イレブンという世界観を表現するときに、はい、こうなんていうんですかね、こう注意してること、こだわってること、
どういうところなのかちょっと聞きたいんですよね。はい、うん、自分にとってコスプレっていうのは、うんうん、リスペクトを自分の中のクリエイティブでお返しするっていう行為だと思ってて、でキャラクターに対するリスペクトや作品に対するリスペクト、本当制作者の方々に対するリスペクトをもう自分の中の何かクリエイティブな部分で表現できたらっていうことで、もし絵が上手だったら絵を描いてたんですけど、なかなかよく画伯と言われるぐらいの大変な出来なので、字と絵が汚いんですけどでだからもう自分はそういうウィッグを作ったり衣装を作ったりして、で写真の中でどうそのキャラクターがこう生きてるかっていうか一枚で表現できるかとか、まあたまに動画を作ってみたりして、いかにその超次元サッカーをこの3次元に再現するかっていうところでものすごくやっぱり研究はしますね。だから今本当に神様の隣にいる感じなんですけど、創造神がいらっしゃる。破壊神ですよ。破壊神。うまいこと言うな。ね、もう本当にありがとうございます。はい、もうなんかいつもそのキャラクターのことを考えて、作られるんですよね、自分で。もう、はい、そうですね。すごいですね。だいたい全部自分で作ります。すごい、もうこれこそクリエイティブ。いや私あんまりコスプレのことあんまり知らないんですけれども、はい、でもやっぱり一番稲妻のコスプレで大変なことは、はい、もしかしたら髪型じゃないかなと、ね、思っていて、やっぱりそうですよね。そうですね。だって今日のこれも結構フィギュアが出てると360度わかるんですけど、だいたいその2次元じゃないですか。で、ものによっては1枚絵しかなかったりした時に、自分でやっぱりこうこの角度から見た時はどうとか、この角度から見た時はどうとか、全部こう360度いっぱいイメージするんですよ。でそれをじゃあ実際に作った時にどうかっていうのをやって、もうなるべく360度完璧に造形の美学みたいな、ね、そうですね、自分の体でフィギュア作ってる感じですね。なるほど、すごい。そうだからね、本当にね、髪型困るんですよ。皆さん飛び高みたいなやつつけられると大変なことになるからね。大変ですね。一回そのエスカバーをやったことがあって、エスカバメル、あいつでこうなんかあれちょっとすごいこう頭がこうなるんですけど、重いしね。源田が逆なんですよ。源田とエスカバが一緒になるとこうなってこうなって大変なの。ぶつかるの。そうなんですよ、大変ですし、あとまあ秋をやった時は本当にモヒカンを駆け抜ける風が冷たかったんですけど、まあ隣に豪炎寺とか源田とか来た日にはもう耳の中に入ってくるんですよ。でも楽しそうですね。そうでも本当にこう携帯で撮ろう日なんかもうやばいですね。暑いですね。もうでも仲間もね、いっぱいいらっしゃってね。はい、そうなんですよ。だって大福祭の時も来ていただいて、なんか他のコスプレイヤーの方もみんな来てて、大復活祭はもう本当に、はい、久しぶりになんかね仲間たちが集まったっていうイベントを、ね、語られてました、ね、本当に古の勇者たちが帰ってきたみたいな、お前まだ生きてたかみたいな。大復活祭本当に朝一で行ったんですよ。で物販並んだけど買えなくて、すげえなって思ったんで、その後コスプレゾーンに行って、本当コスプレゾーン作ってくださって、僕らがちょっと稲妻の人気を舐めてまして、本当に数をねちょっと、それ社長だけでしょ。いや、数はねちょっと呼べなかったんですよ、ね、そんなに大きな会場はやっぱりなかなかもういなくて、やっぱりこう物販の売れ行きとかもねちょっと読めなくて、すいませんしちゃってすいませんでした。いや本当に、いやでもすごく嬉しかったのが、やっぱそのコスプレゾーンとか交流ゾーンを作ってくださったことによって、開幕前に本当にもう交流がすごくて、で出会う人みんなおめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとうって何回言ってたか、もう全員言って泣いて、で友達の軌道レイヤーの子とかがいるんですけど、軌道レイヤーの子なんかもう今日という日が来ることをずっと指折り数えて、でも今日が来たら今日が終わってしまうんですよって、もう昨日の過去の中泣くんですよ。そうですよね、これあるんですよね。そう でもここにあるからちょっとこうやってこう涙を拭いてるのを、この格好でよかったね、よかったね、よかったね、本当にイラストは邪気はねえよと思いますよ。でも写真撮るみたいな。いや本当に泣きました。本当に復活祭は本当にありがとうございました。いや、よかったです。もう本当にね、でもあそこまでも盛り上がるっていうのが、本当に稲妻がまだ全然こう今ね復活して
これだけのファンの人たちが喜んでくれるってすごいなと思いますね。もう作品の復活でもあり、うん、日野さんの復活でもあり、皆さんの復活でもあるってことですね。死んでたわけじゃないですか。そうそうそうです、ね、そういう意味ではあります。すいません、みんな心配してたんですよ。日野さんはちゃんと寝ているのかとか、あのちょうどね見てる時アリーナの、まあ、ちょっと前の方の席で見せて、ね、見させていただいたんですけど、もう周りがやっぱり前の方でガチ勢ばっかりだから、みんな日野さんの心配ばっかりしてて、ガチ勢不敬参加みたいな計算感だよね。なんかみんな、うん、あの今日の日野さんは大丈夫かしらみたいな、生きてたみたいな、寝てるかしらみたいな、みんなこうおかんみたいな感じで心配されてました、ね。はい、もうそれ